わけねえだろ、バーカ。わらわらら、おつ、クサ人だけ世界最低最悪のゲーム実況者だ。お前言ってくれたの誰が世界最低最悪のゼクを言い直せばかたれ。日本じゃ、カメックの2連階段、カメック60体倒せが起こるということだけど、ちょっと待って、無理だろ、これ、ちょっと待って、もういやいや、生身で行こう、生身で、おら、ちょっと、こっちのフラワーとか、オッケー、これゲットすればと思ったけど、絶対無理やんけ、ちょっと待って、あ、いけなんかねえか、おら、ってやって、あ、でもきついな、ちょっと待って、アイテムをください、どうか、もう死に不明でございます。これさ、ギリギリまでこれファイヤーで、うるーってやった後に、本当にこっち側ギリギリになったら食らって、その無敵時間利用してこっちまで行きまして、ヒップドロップからの、はい、で、取って、おら、いけなかねえんじゃねえか、これ。いける気がするぞ。はい、あ、いける。ちょっと痛ひな、痛ひなしたせいで、ちょっと待って。いや、痛ひなしたじゃうな、声降ってきたんですけど。いや、でもね、効率的に攻める方法分かった。ここで、うらーってやって、できる限りファイヤーを多く放す。多く放ってから食らって、その無敵時間の隙に一番上まで生き残り食らわないことが大事。で、一気にこっち側で触ってからの、すぐにファイヤー取って、うらーってここ倒せ、オッケー、来てるって、ここも食らわずにファイヤーできるわけない、多く倒せ、無敵時間の守る、おら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 、来てる来てる、いやあ左上から降ってくるもんはな、なんだ草人チャンネル、お花畑30秒一回目ダメージを受けないでこれってことで、ちょっと待って、これさ、スピンして、しかもアイテムを取らずに敵にも当たらずに行けみたいな感じでしょ、え、めちゃくちゃきついじゃねえかー、みんなこれ超微調整必要だぞ。これね、ジャンプボタン長押すると普通に上に当たっちまうからさ、かといってね、ジャンプボタン押さないとこうやってアイテム当たっちまうんだよ。ということだよ。これね、ちょっとだけジャンプ、ちょっとだけジャンプを繰り返しながらスピンしていくみたいな感じだと思うんだよね。行くぞみんな、ちょいジャンプ、あれ、久しぶりのアド。だいたい、今回が、こっち、みんな次はね、ちょっと幸運を祈ってくれ。幸運スピーチのうちアイテム禁止、クサージンされてみてください。やってみるよ。アイテム禁止一度ってことなんだけど、ちょっと待って、これね、スピーチだからスネーキ的な感じ、お前来るのかーい。結構急がんと上から降ってくるからさ、スピラン的な感じの要素もあるっていう方、お前ふざけんな。みんな待って、これさ、騙し要素もあるのは聞いてないんですけどね。さすがクリア率 0.35% めちゃくちゃ難しい。あ、この辺も多分ね、隠しある。はい、でもここスピンさせていただきます。もう、学ぶよ、クサージン、そりゃ。学びの、あいつ待って、アイテムあんの価値格やね。はい、ごめんなさいね、ズルさせていただきます。はーい、ありがとうございます。これ上から1枚は、ちょっと待って、俺今どこにいる、今どこにいるだ。はい、はい、もちろん、ドッペムくんくんくんということで、このまま攻撃、マジで余裕じゃん。じゃあさっきどっかあったよな。え、普通に簡単にクリアできそうなんだけど、これにも一応隠しがないのかだけ、ジャンプして見て、え、ないやん、ね、条件忘れた。なんでバカなのか、俺はな。なんで、アイテム禁止って最初に言ったじゃねえかな。ほんと短絡的実況者、お前いい加減にしろマジで。用意しすぎだろ。あ、天才さん、おい、これ以上ねえな。わーい、ありがとうございます。でも、なんだかんだけど、クリア率 0.35% の余裕でクリアする、天才実況者でございます。ということで、ありがとう。はーい、ということで、クリアさせていただきます。ありがとうございました。草人チャンネル、デカマリオの止まれないスピードランってことで、デカマリオスピラン珍しい、行ってみよう。デカマリオのスピードランってことで、めちゃくちゃ珍しい感じのコースやってきたぞ。めっちゃ面白いんだけど、何このコース、くっそ楽しい。みんな俺さ、マリメ4年やってんけど、デカマリオスピランは初めてだ。めちゃくちゃ面白いじゃねえかよ。嫉妬するんですけどね。クソコ職人クサ人、めちゃくちゃ嫉妬するんですけど、俺もこのアイデアある更新ですけどね。なんで思いつかなかった俺。思いつきたかったこのアイデア。もう一周すんのこれ。え、嘘でしょ。なあ、はい、ということで、大体どんな感じのコースか分かったんでね、スピラなので、せっかくなら、通してクリアしていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、ちょっと待って、これね。いや、でもね、めちゃくちゃ素晴らしいアイデアなんだけど、もっと敵の数増やしたりとか、オース数値とか、いろんなギミックを増やした方がもっと面白くなると思うんだよね。というクソ小職員からのアドバイスでございます。どの口が言ってんだ、バカ誰がや。ほんと、こういうやつ結構
構いるよね。サッカー選手もさ、経験も知識もねえくせに、サッカーのこととかテレビの前でなんかいろいろ言ったりするやつとか同じです。ごめんなさい。申し訳ございません。クソ子しか作れません。それだけは言っておきます。調子に乗りました。ごめんなさい。すごい上からでごめんなさい。ということで、ありがとう、センキュー。サージンチャンネル。世界一トゲが多い一の一、めっちゃ難しそうや。世界一トゲが多い一の一ってことで、マジで言ってる、めちゃくちゃ難しそうじゃないかってことなんだけどね。この制作者ね、めちゃくちゃミンバとレート低かったからね、多分ズルありそうな気がするんだよね。多分こういうところでクリボー乗ってジャンプすると、ごめん、疑って。ごめんな。俺の心が汚れてごめんな。疑いたかったわけじゃないんだ。はい。でもさ、レートエイターでこんな難しいコツクリアできますかね。いや、まだ俺はごめん、まだちょっと疑ってる、ごめんな。詳しく見るで一回確認させてくれ。いや、なんかとりあえずレールとかはなさそうだけど、まだ隠しブロックか裏面のレールの線は捨てきれん。これさ、実はここ隠、オッケーオッケー、やったやった、裏面ありました。この裏面がめっちゃ簡単に行けるとかじゃなさそうな、向こうまで届かないやけな。どういうことだ。これちなみに上にレールがあって時間差でなんか来るとかアイテムが来るとかそういう感じではねえか。一応見てみっか。ほら、やめて、やめて、すごくないね、ね、俺の推理力半端なく、これマジで褒めてほしい。みんな、これは、これはマジで、すごすぎねえか、俺。あの、ミンバとのレートから判断したの、すごくね。はい、ということで、世界一トゲが多い一の時点で、さっきはズルしてクリアしましたけども、今回もね、ちゃんとね、真面目にクリアしていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、オッケー、オッケー、あー、入っちゃったー。間違えて、入った。こっち来たらもう死ぬしかねえじゃねえかよ。はい、ということで、ゆっくり行かせていただきたいと思います。そんな急がなくていいからね、時間の余裕はあるからね、だいぶあるから。ゆっくりで、いいんだよ。オッケー、ちょっと待って、怖い、敵来ないかーい、そうだ、来たんかーい。怖いって、そばから来たんかいってことで、あそこに挟まってる二人かわいいね。あ、まじ、痛ひなうん。で、こっち側に行かせていただきまして、それでこいつが突き去った後にもう一回こっち側行きまして、はい、そのままダッシュして、ここで、のこのこちゃんが一回ここで、はい、で、こういう感じで倒したらいいんだよな。跳ね返ってくるとかやめてくれな。跳ね返ってこないよね、大丈夫だよね。あ、来るかい。あ、こっちからも来るのかーい。はい、ということで、もう一回行ってきたいと思いますよ。ここでまっすぐ行きます。クリボーちゃんたち来るから痛ひなうん。痛ひなで、こっち、お前もこっち側来んのかいってことで、ここで踏んじゃまって、オッケー。ここでもう一回痛ひなうん。痛ひなんで、ゆっくりとこいつらを倒していきますよ。はい、で、ワン、はい、ツーで、もう一体、はい、スリーで行ったらゆっくりと行きます。もう出てこないよね。まだいんのかい。お前もいんのかい。はい、もう終わりだ。これちゃんとノコノコちゃんをこっち側に行くか、右に行くかって、クリボーちゃんたちが倒される場所を全部見といて、見とかとまた画面外にいて戻ってきた時にね、復活しちゃうからね。それでこういうこと。ありがとうございます。これでなんとか行きますね。めっちゃ、待て、それむずくねえか。おい、ここきつすぎんだろ。あ、集中よみんな。オッケー、ありがとう。てか正直これさ、投稿者は投稿者隠してクリアしてっからさ、これ自力で投稿者隠クリアしてない、クリアチェックしてないんだよ。だからね、これそもそも自力でクリアできるコースなのかどうかもわかんないよね。ここがえぐいんだよ。オッケー、ありがとう。ここまで来てる。さっきここのショートカットでね、なんとかで、ね、この裏側にスターがあったっていうのをズルを見つけたんだけど、これはここで倒しといた方がよかったんだよな。多分このまま行くと、そうだよな、ね、これで倒して、あともうちょっとゴールじゃねえか。みんな大丈夫、集中性、多分クリアできる、多分クリア、これは多分ね、クリアできると、みんな。ここでゆっくりと、はい、ワン、ツー、はぁ、よかった。集中クサージなぞ、みんな。はい、ということでみんな戻ってきたぞ。ちょっと左上のコインが7枚になってるのはみんな気にしないでくれな、ということで、ここ集中。オッケー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 、できる。なあ、来た。はあ、いやー、ありがとう、センキュー。